高木美穂、1000メートル五輪新記録で金、500メートル銀に続いた、個人4個目メダルは日本勢単独最多、北京五輪スピードスケート1000メーター17日、北京五輪、スピードスケート女子1000メートル、北京、高木美穂、27歳、日体大食、が従来の記録を0秒37塗り替える1分13秒19の五輪新記録をマークし、 個人種目で悲願の金メダルを獲得した。この種目での金メダルは日本初。今大会自身4個目のメダルで、冬季五輪日本勢では1大会最多個数となった。動画、スピードスケートってどんな競技高木吉は500メートル、1500メートル、3000メートル、団体追い抜きと合わせ、1992年アルベールビル大会、の橋本聖子以来となる5種目にエントリー、 最終7レース目の1000メートルで、この種目の世界記録を持つブリタニー・ボウ、米国、前回大会銀メダルの小平奈緒、35歳、相沢坊院、だとの争いを制し、屈指のオールラウンダーとして強さを示した、高木吉は前回へ衣装五輪の団体追い抜きで金メダルを獲得したものの、これまで個人種目では銀メダル3個、銅メダル1個だった。 団体追い抜きでは金メダル目前で姉の高木妻が転倒するアクシデントにも見舞われたシルバーコレクターを返上し、ついに個人の金メダルを手にした高木余震は目に涙を浮かべ、日の丸を掲げた。